よし、ポケモンバトルで勝負だ。って、あれ、モンスターボールがない。なら、俺のポケモンで探して。俺もない。へへへへ、二人のモンスターボール、私が奪った。ほうちゃん、この中にたくさんポケモンが隠れてるよ。さあ、見つけられるかな。よし、なら早速開封だ。ということで、プチぬいぐるみの開封だ。よっしゃ。お前ロケット弾のレベル。いや、ほんまにそう。奪ってきてやったよ。あもういいもんね、これ開けるもんね。お、早いな。ピカチュウが欲しい。バカ。お、白い。あー、マジ。おてて、なにこのディオン。かわいすぎる。あ、いいね、いいね、ちょうどいい。うん、あれもできますよ、多分。あ、ほんとだ。いい。じゃあ俺ちょっと選んで、夢の前にこれ、君に決めた。あー、あー、あたくもあれだ。確かに俺もやんないと。引き戸です。あーです。うわー、はい。さあ、ときちゃんもティファニーブラザーズになるか、選んでるのはハーちゃん。確かに。いきます。じゃん。あー、かわいい。出てき方がかわいすぎる。ポニータ、ガラルの姿。ポニータ、石井の姿。やっぱり嫌ですよ、このサイズ感で。ポニータ、石井さんが入ってんの。ワンパチも狙っています。はい、バン。あー、あー、そうそうそう、はまっちゃって、はまっちゃった。エース、かわいい。ね、かわいい。ベロがかわいすぎる。ベロ出せる。ベロ、うん、あ、あー。じゃあこっちのタッカー無理だけど。で、あ、ペン。あ、あら、あ、雪はみだ。え、顔が可愛い。雪はみだが出てない。しかもちゃんとこの裏側の部分までちゃんとね、再現されてる。開けまーす。よいしょ。あー、あ、あー、ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ。ウィンクしてやがるぜ。ピカチュウって言えばハーちゃんなんで。あー、めちゃくちゃハーちゃん。めちゃくちゃハーちゃんや。5、だからあと5種類だ。お、もう半分出てる。半分出てる。めっちゃいいじゃん。今、残り全部。残り全部一緒かもしれない。マジ。いや、当たるか。いや、ポニー。あー、いや、バニーじゃん。でも、ヒバニーの意味かもしれない。ヒバニーの意味だ。これでヒバニー3兄弟揃ったよ。ヒバニーだと思ってる。かわいい。でもほら、どっちゃん、皆さん。確かに。じゃあ、お仕事しちゃう。交換せえ、そこは。わあ、みんなでヒバニーポーズ。大いい。よし、じゃあみんなでせーのでヒバニーポーズしよう。せーの、キキドです。おい、今日喋ってくれないのかね。確かに。だって一回も無視したじゃん。あーです。うわー、はい、したかも。集中してたんだ。てか、集中できてないよ。あー、早っ。早いな、やっぱ速度なんだよね。キキドさんのラベットも欲しいね。欲しい。ないの。ないか。そう、これトキちゃんがデザインしてくれてるからね。そう。わーい。じゃあ次僕ですね。はい。オープン。あー、あ、え、かわいい。あー、ちょっと耳がすごい。座り方かわいそう、うん、お尻もちゃんと。お尻もある。ワンパチといえばのお尻ですから。なんかデフォルメされてんのがかわいいよね。出すぞー、これがベッソン。じゃじゃじゃー。あー、くっつくんや。あ、いいよ、引き戸選ぶ。確かに、いいの。ずっとこれ開けないかなと思ってたのは、うん、でらーぬーるー、こちらです。これか。ダンダン。あー、あー、あ、魔法一杯。魔法一杯じゃん。あ、引き戸でってやろうとしてるわ。オープン。いやー、引き戸の瞬間。ここだ。だからか。だからだ。だからか。ということは、あと3種類。あと3種類、サルノリ、メッソン、ウール。あれよー、サルノリサーチ。でで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 、これだ。あーれよ。もう大丈夫。大丈夫。不安しかないよ。でもそこをサルノリに覆す。テレン。あれ、ワンパチ2個目。じゃあ近いとこにあるやつ。現在、これがメッソンだ。間違いない。メッソンだ。メッソンや。あれに似てる、ポケカのさ、こうやって滝に打ったり。あー、あー、確かに確かに。ってことはあと、ウールとサルノリ。わー、いきます。で、あはー、エレシュンだ。よいしょ。あー、ウールだ。ウールだ。バンバルすぎない。
やばいよ。ほんとふわふわ。すごい。ふわふわじゃん。すごい。いいの？ふわふわだ。すごい。じゃあさ、同時に開けようよ。あ、いいね。いいね、よし。じゃあこれ。じゃあ俺だろ。じゃあこれ。いや、俺でしょ。よいしょ、開けよう。よいしょ、開けよう。ちょっと待って、ちょっと待って。え、何？後ろ見てよ、3人 MC。 後ろ？3人おるが。なんかいたら問題あります。なんで俺何も説明なくて。ああ、俺も開けたくなっちゃったんですね。そうだよ。バニーがね、一人であそこで楽しそうにしてたから、一緒に開けよう。もうしようとしてたのよ、ちゃんと。じゃあトニーも一緒に。あ、これトニーがサルフェ出したらどうしよう。出しちゃうかもね。やばいよ、これ。はい。ああ。全然来ないじゃん。ゆきはみや。誰やこれ。あ、それ引き戸さん。マジ誰これ。それマジ引き戸さん。引き戸さん違うよ。マジ付き合ってる誰か。あーあ、うん、あーだ。え、本当に入ってますこれ。マジで。え、当たるこれ。当たるかな。俺これや、さすがにこれ。頼む、サルドリ。はい。あーあーうー。え、ちょっと怖い怖い。やーねー、プリントしたいよ。うん、パックに出してほしいけどね。確かに。こういうのは最後のやつに当たりが入ってますよ。うわぁ、入ってますよ。うわぁ、おい。せーの、おいじゃなくて。いらんだろ、おいは。せーの、おい。うわぁ、全部開けちゃったよ。え、猿のりは。猿のりは、あ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 、猿のりだ。猿のりか。猿のりか、それ。あまりにもデカすぎない。入れてください。デカノリだ。あシュイーンって。そう、はい。大丈夫、パンパンなってないもん。ちょっと待って、おい。ということで、ちょっといいつまで。あ、じゃあ帰るか。ということで、30個開封しました。30個全10種類でね、なんと1種類出なかったです。サルダリン、ゆるぞ。誰？ほんまに。ゆるさん放しちゃった。ドイモニョニョニョニ。あ、食らってないだ。うん、食らってないだ。もう帰ろうか。食らってないよ。雪山に突っ込まれそうになった時に突然出た言葉、あぶかい。頼むよ。あぶかい。あぶかい。食らったわ。これは食らったわ。あぶかいは食らえない。あぶかいは。危ないからがね、全部一緒になってあぶかいになった。あぶかい。それでは今回のプチぬいぐるみの開封、たっくんサルダリだし、残念だなあぶかいって思った方は、これまたよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。虹丸だったので、モクロを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。